monthly special program on the last Sunday of every month. Gorilla Radio. Panasonic presents Gorilla Radio. Go. 皆さん、こんばんは。アレキサンドロスのベース、磯部博之です。毎月最終日曜日夜8時から月1回のマンスリープログラム、私磯部博之のナビゲートでお届けします。 Panasonic Presents Gorilla Radio、 今月も始まりました。暑くない？本当に最近、もう普段ね、俺が住んでる東京も最近かなりの暑さなんですけど、名古屋もね相当暑そうですね。全国的に今ねすごくこうなんか身の危険を感じるぐらいの暑さでね、皆さん無事ですか、ね、適切にエアコンを使いながらなんとか乗り切っていきたいですけれども、前回の放送、ちょうど先月終わって直後に我々のディスサマーフェスティバルツアー23名古屋公演 2days をもってファイナルだったんですけれども、来てくれた皆さんありがとうございました。本当に楽しいし有意義な対バンツアーでしたね。打ち上げも楽しかったし、たまにはやっぱ、まあ、先月も話したと思うけど、いいな台湾ツアーってと思いましたね。今後もまあ前しばらくやってこなかったんでね、我々今後は定期的にやっていければなぁなんて思っておりますが、さあ今日のテーマ、夏祭り、浴衣とかジンベエ着る派それとも洋服派ということでやっていきたいと思うんですが、もうね、前回のこの放送からすぐ明けてディスフェスツアーが終わって、我々も夏フェスシーズンにもう突入しております。でその合間に新曲作ったりなんかもしてるんだけど、もう3本やったかな。でまず北海道ジョインアライブ、それから福岡ナンバーショットで、その翌日大阪ジャイガーと、もうすでに3本やってきてますけれども、まあやっぱ暑いし、それぞれね夏フェス、まあ、コロナ明けって言っていいんですかね、今年からはもう全国的に夏フェスも全開で盛り上がりを見せておりますが、それと同時に夏祭りもね、まあフェスと祭り、まあ度肝なんじゃないか説もあるんだけど、もうすごいよね、花火大会とかもさ4年ぶりとか3年ぶりとかっていうところも結構あるんじゃないかなと思いますが、まあ何を隠そう、私出身の五色園もですね、一昨日と昨日かな、五色園の盆踊りがあったんですよ。行けなかったんだけど、行きたかったね。まあね、そういうシーズンということで、まあ分かれるであろうこの洋服派なのか和服派なのか、ちょっと調査していこうかなと思っております。ちなみに俺はね、浴衣好きですよ。まあただやっぱり動きづらいとかね、難点もあるので、自分はちょっとこう大きな声では、まあ大きな声で言おう、俺は洋服かな。だけど浴衣見たい。これはもうやっぱね、全人類の希望ですから、浴衣は、はい、浴衣見たいと思っておりますが、皆さんはどちらでしょうか。生放送中ももちろんメッセージ受け付けております。送り忘れちゃったという方、 ZIPFM のウェブサイトメッセージ、または小文字の英語でハッシュタグゴリラレディオをつけて Twitter でぜひぜひ教えてください。ということで今月も最後まで楽しんでいきましょう。まずは1曲、我々の新曲聴いてください。アレキサンドロスでバニラスカイフィーチャリング What's。Up on my tongue, it breaks me down. So I wish I never met you before. The hell is wrong with me? 君を流せなくて You're just stuck in my head. You're just stuck in my head. 新しい何かとかいらないし、バニラの色をどうせ飽きまわし。The hell is wrong with you? 君が流れなくて You're just stuck in my head.You're just stuck in my head. And you just got a number three. Just for you, I'm stuck in. Can't handle your topic. You're my top fantasy. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a number three. Just stop and that's no good. Just got a And I, uh-oh
catch the girl back gone. I don't wanna let her go. I shut my mouth and all the room. I got my feeling hanging down. It's on the tip of my tongue. It breaks me down till I wish I never met you before. The hell is wrong with me? Give me a magazine acting. You just stuck in my head. You just stuck in my head. And you just call her number three. So you more you got that care. When I come out, I'll come back. Give me your ties so fun that shit. This is call her number three. So you stop and that's okay. Just stop it, go to my phone. There was there, what got up on it. Run in the sky, don't leave me. Give me the money, kind of slowly. Gotta take you. I don't know what you're talking about. 昨日まで空もように戻れなくたってさ。Panasonic presents Lunar Radio. This program is brought to you by Panasonic. ハッシュタグそれぞれの選択。アレキサンドロス磯部ひろゆきの日曜夜の選択トーク。その10。突然なんですけども、節電の意識って今日本中で、日本中と言わずも世界中で高まってると思うんですけどね、まあ、あのエレキベースを生業にする俺が言うのもなんなんですけども、普段の生活では結構節電意識してるかもしれないんですよね。そんなわけで今日は節電に関する選択の話ができたらいいなと思います。洗濯機の場合、節電っていうと、まあ、特に乾燥機能に関わってくる感じがしますよね。で、俺が使ってる洗濯機の乾燥機能はヒートポンプ方式というやつなんですけども、これがどうやら節電にかなりいいらしいんですよね。どういうことかっていうと、低い温度でスピーディーに効率よく乾燥できるからということなんですよね。で、低い温度でスピーディーにって不思議な感じもしますけど、まあ、高温だったり熱すぎる熱じゃなくていいんだと。実際俺も助かってるはずなんですよね。それによってその電気代が低い温度でスピーディーなやつなんですよ。うん、ナイスなやつです。で、そんなヒートポンプ方式の洗濯乾燥機を世界で初めて出したのがパナソニックらしいんですよね。ちなみに日本で初めて斜めドラム式の洗濯乾燥機出したのもパナソニックらしいんですけども、この斜めドラム洗濯乾燥機って少ない水でしっかり洗える設計らしく、これはこれで結構節水までできているそうなんですね。節電しつつ節水までできる、いいことした気になりますね。そんなわけでこれからも節電節水意識して生きていくことを誓いつつ、今日もエレキベースを弾いて生きていきたいと思います。毎日使う洗濯機だから省エネで選ぼう。パナソニックの洗濯機です。パナソニック。パナソニックプレゼンツゴリラ・ラディオ。磯部ひろゆきがお届けしております Panasonic Presents Gorilla Radio。 今早速私出演しているハッシュタグそれぞれの選択の CM 流れましたが、今回ニューバージョンまた撮ってまいりました。ウェブ CM のね、ウェブ CM じゃないね、ラジオ CM ね、はい。結構ね、このテンション感、バーにいる感じで話すとか、でもこう伝えなきゃ、伝える必要がある内容はこうしっかり伝えるっていうのをね、考えながらやるっていうのは面白い体験ですね。はい、皆さん感想どしどし教えてください。さあさあ、今夜のテーマ、夏祭り浴衣とかジンベエ着る派それとも洋服派ということで、さっきね自分洋服派って言ったんだけど、確かに浴衣はちょっとね、こう歩幅とかも狭まるしハードル高い、自分にとってはね高いんだけど、ジンベエは確かにこう気分もね夏っぽくなっていいなと思いつつ、まあ、ちょっとでもなんかなんていうのかな、いかついこうイメージにもなりやすいのかな、ジンベエってって思うよね。まあなんかな、あの東京リベンジャーズの人たちみたいな感じになりそうなね概念もあるけど、でもまあ楽しいですよね、夏祭りならでは。メッセージとして紹介していきます。千穂さん、幸穂さんか、ありがとうございます。
現在中3なんですが、中学になって浴衣を着たいと思うようになりました。浴衣派ですね。小学生の頃ははしゃぎたいという思いが強くて、浴衣を着てもすぐに着崩れてしまってました。着ないというより着させてもらえなかった感じです。2年、祭りがなくてようやく今年浴衣を着れました。そうだよね、最近やっぱなかったから、今中学生とか高校生、学生の方はね、やっとっていう感じだと思いますが、で、浴衣を着ると男子の視線をすごく感じた笑い。わかる、だってそうだもん。そりゃそうですよ。あのゲレンデマジックとかあるじゃん、あのね、ゲレンデのね、やっぱね、夏祭りマジックも俺あると思うんだよな。ガンガンいいね。で、普段クールなキャラで浴衣なんて着る感じではないから、ギャップがあったのか何なのか。まだまだ祭りはあるから、男子の視線をどんどん釘付けにしていこうと思います、ということです。いいね、やっちゃってください、これは。どん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 、そりゃそうだよ。続きまして、この方も浴衣派ですね。美穂さん、ありがとうございます。今年参加したお祭りはディスフェス横浜と大阪です。あ、そっちの祭りですね。ドロスのおかげで最高の夏が始まりました。ありがとうございます。コロナ禍でお祭り中止で、でもどうしてもジンベエが着たかったので、パジャマ代わりにジンベエ着てました。パジャマになる？寝やすいのかどうかはちょっと謎だけど、まあ慣れれば寝やすいのかな、まあ、楽だからね。で、今年はライブだけじゃなくてお祭りも戻ってきて嬉しい。ゴリラジの時、我が家は車で愛媛に帰省中。今年は妹と浴衣で花火しようかな、ということですね。いいですね。やっとまあ夏祭り戻ってきましたからね。そしてそして、美穂さん。先月読んでもらった部屋が汚い美穂です。覚えてる。そう、あったよね。片付け方がわかりませんと。で、ラジオの後ファンの方がツイッターで片付けのコツを教えてくれました。お、ほんとドロスファンは優しい人ばっかりですね、泣き、ということですね。すごいね、そんなことがあったんですね、あの後ね。で、あれからちゃんと左側にペンを置いて、折り紙も引き出しに入れて、サインはラミネートして壁に貼ってます。今のところ綺麗なお部屋で過ごしています。ヒロさん、ファンの方ありがとうございました。素晴らしいじゃないですか。これをね、どんぐらいの期間維持できるかっていうのが、またこれ一旦汚くなるとほんと大変だから、こまめにやりましょう、こまめに。はい、続報を教えてくれてありがとう。続きまして、ゆうさん。浴衣派ですね、同じく。1年に1回しか着ない、ん ?1 回しかないので、着るものも含めて思いっきりイベントを楽しみたいからです。それと、毎年浴衣を選ぶ楽しみもあるので、浴衣派だなぁと思います。コロナで、近年の花火大会がなくなってしまったので、今年は特に浴衣で行けるのが嬉しいです。そうだね、やっぱ久しぶりっていうのも相まってね、余計楽しみもあるでしょうね。対しまして、洋服派もね、これ意外と半々なんですよね。意外とっていうかね。ゆのさん、ありがとうございます。洋服派ですね。高校の時に一度だけ地元の七夕祭りの時に浴衣で行ったんですが、とにかく暑い&動きづらいで、帰ってきてからの疲労感の方が大きく、それ以降は洋服で行くようになってました。まあ、やっぱそこだよね、疲れるのがね。なんかこう、なんつうの、セッタ下駄か履くと、まあ靴ずれしたりとかもね、ありますからね。浴衣自体は中学の部活が茶道部だったので、学校祭の時には着ていました。なるほどなるほど。来週から地元は七夕祭りなので、ライブのチケット当たりますようにとお願いしたいです。はいはいはい、ぜひぜひ当ててきてください。また洋服派、綾野さん、ありがとうございます。私は洋服派です。昔はおばあちゃんに着付けしてもらって浴衣を着ていくことが多かったですが、今はおばあちゃんも年を取ってしまって、あまり活発に動けないので洋服で行くことが多いです。来年から実家を離れて一人暮らしなので、今年は家族で花火を見に行きたいなと思ってます。なるほどね。で、地元を新潟の長岡花火の抽選は外れてしまいました、ということですね。長岡祭りね。そう、俺もね、親父の出身が新潟長岡なので、小学校の頃は毎年のように長岡祭り行ってたんですよ、信濃川沿いので。当時は早いもん勝ちだったんだよね、関取が。今はね、多分全席抽選なんだけど、だから昼間からね、こう河川敷で場所取って、暑いんだけどね、まあいい思い出ですね。懐かしいな。さあ、今日は少しでも多くメッセージを紹介したいので、どんどん行きましょう。リクさん、ありがとうございます。ジンベエ浴衣派かな。いつもは洋服だけど、せっかく4年ぶり通常開催のお祭りが多いので、今年は浴衣着たい派です。やっぱ今年はってつく人も多いですよね。
久しぶりに着ると気分も上がって楽しかったし、浴衣ジンベエで行くとサービスがあったり、思いがけずラッキーでよかったです。そんなのもあるんだね、浴衣サービス。いいねいいね。福岡タワーの七夕祭りに行きました。ペイペイドームからも見えてる福岡タワー、ヒロさん行かれたことありますか、ということですけど、俺はねまだそこはないですね。ペイペイドームはねイベントとかでついこの間もねお邪魔しましたけど、七夕祭り、まあ、福岡大好きですからね、七夕祭り楽しそうだな。続きましてゆかさん、洋服派ですね。浴衣で参加したいなとは思いつつも、移動で結構歩いたりするし、人混みと暑さなんかをトータルで考えて洋服を選んでしまいます。うんうん、今年参加したお祭りはディスフェスだけですありがとうございます。ディスフェスもフェスだからね、お祭りなんでカウントしてもらっても全然いいんですけど、まあ、ディスフェスライブに浴衣参戦はでもちょっと厳しいかもしれないね。結構見てるステージから見てる景色としてはいいだろうけど、まあ、めちゃめちゃ着崩れそうだしね、辛そうだ、はいはい、名古屋2日目ツアーファイナルに参加させていただいたということですね。楽しかったです、ということです。ありがとうございました。もうライブに浴衣って考えたこともなかったわ。でも着崩れてんのもね、なんかちょっとこうセクシーな感じがしたり、まあでも本人はたまったもんじゃないかそしてツイッターもどんどん来てます。ありがとうございます。ヨシさん、ヒロさん、こんばんは。こんばんは。若かりし時は浴衣でうちわを持って花火大会行きましたが、今は普段着です。笑い。女の子の浴衣姿は見かけます。可愛らしいですね。男性の浴衣やジンベエ姿も色気あると思うので、どしどし着てほしいと思います。ヒロさんの浴衣姿をぜひ見てみたいです。浴衣はね、だから本当俺もう久しく着てないかもしんないね。何年も前にスペシャル TV の企画でね、番組で出させてもらった時に全員で浴衣着た気がしますけど、それ以来下手したら着てないかもな。まあでもヨシさんもね、若かりし時はってことなので、今はおいくつか分かりませんけども、こう熟した色気を出していただいてもいいんじゃないでしょうかね。ぜひぜひ浴衣着てください。ここで一曲いきましょうかね。はい、今日はねちょっと夏を俺が勝手に感じる曲でいこうかなと思ってるんですけども、聴いてください。プライマルスクリームで Country Girl。
멋있어. Yeah. What can a pop art do? What can I do? Better go back to your mama. She'll take care of you. What a country girl. Panasonic presents Gorilla Radio Hero's Choice。 アレキサンドロスの磯部博之がお届けしております Panasonic presents Gorilla Radio。 ここからの時間は Hero's Choice なんですけども、その前にさっきのねプライマルスクリームのカントリーガールっていう曲なんですけども、この曲はね俺が まだデビューする前に傭兵と二人でゼップに、まあ、あと当時のドラムのね石川くんとゼップ東京にライブを見に行ったんですよね、プライマルスクリームの。でね、もう本当に盛り上がって汗ぐっちゃぐっちゃになって最前で見たんですけど、まあそれでちょっと自分の中では暑い夏みたいな感じで結びついたんでね、かけました。不朽の名作かなと思っておりますが、はい。でコーナーヒローズチョイスですね。はい、戻っていきましょう。番組のスタッフさんが俺にやってほしいことを2つ用意してくれておりまして、必ずそのどっちか俺が選んで実行しないといけないという無茶ぶり企画ですが、今月も封筒を開けていきましょう。さあ今月は何が出てくるかな。選択その1、方言クイズに挑戦。ともこさんからのヒロズチョイスリクエストということでありがとうございます。方言を聞いてその方言がどんな意味を持つのか当ててください。当てられなかったらサイン入りステッカー大放出何枚書きゃいいんだこれ。次、選択その2、一緒にお酒を飲んでみたい有名人を発表。ん？マキさんからのヒロズチョイスリクエストありがとうございます。今まで飲んだことないけど一緒にお酒を飲んでみたい有名人10人を1分以内に答えてください。これはいっぱいいすぎてわかんないなまあね、今有名な人、まあそうか、そうだよね。どうなんだろう、まあでもどっちがいいかな。まあ方言クイズかな。でもやってみたい。一回ね、ライブで青森に行った時に、自分たちのツアーじゃないんですけどお招きいただいて青森に行った時に、市場に行ったんですよ。でのっけ丼っていうね、もうまずご飯だけを丼に買って、そこからその市場内各所回って好きな刺身をこう持ってもらって自分の海鮮丼を作るっていうカスタマイズ。そこのねご飯を持ってくれる人、まあおばあちゃんなんですけど、すごくフレンドリーな方で、すごくこう俺に話してくれるんですけど、今日は寒いっていうことと、お刺身は全部今朝取れたものだっていうこと以外何一つ何言ってるか分かんなかったっていう素敵な思い出が。でもね、あのおばあちゃんいい人だったな、元気だといいんですけど。ということで方言クイズ、これはどうやって読むんですか。あ、読んでくれるの、大丈夫。方言これイントネーション結構厳しいよこれ、地元の人多分。はい、でも名古屋弁ばっかじゃないってこと。あ、じゃないです。へえ、はい、地方、はい、まず1問目、はい、新潟県の方言です。お、少子、少子、はい、少子、例えば使い方が、うん、たくさんの人に見られて少子恥ずかしい。
正解です。おお、早い。これはほら、まあ今文脈で考えるとわかるね。なるほど、うん、いや2問目、はい、岡山県で使われている方言です。岡山、はい、はい、ボッケー。ボッ、あ、これ聞いたことある気がする。え、かわいいとか。あ、違います。あ、違うか。あ、それ違うか。あれ、おぼこいとか関西の方であるのか。あ、違うか。うん、待って待って、これはヒントありですか。ヒントは、昨日の映画はボッケー面白かった。すっげー面白かった。あ、正解です。おお、文脈言うと、うん、文脈言うとわかるね。じゃあ最後は、うん、北海道や東北で使われる方言です。はい、おだつ。おだつ、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 身の毛がおだつ。違います。ちょっとそれっぽいけど違いました。それっぽいけど違いますか。使い方、はいはいはい、あなたはすぐおだつなとか、うん、真面目に話してるのになんでおだってるの。笑う。あ、違う。違う。答えはエンディングで。答えはエンディングで。ということで、あのツイートで後ほどつぶやくので、はい、皆さんにもリプライで答えを送ってもらえればと、ぜひぜひ思います。教えてください。難しいね。もっても文章で来るかと思ったんですけどね、意外と単語単語。はいはいはい、なんだっけ、名古屋弁でもさ、なんかキットカットカットカン買ったのに、あんたがカットカン買ったからカン買ったんだわみたいなのあるよね。あります。はいはいはい。これね、逆にまあ ZIPFM ですから、リスナーの皆さんはこれはね、東海の方はわかるのかなと思いますけども。はい、ということで、じゃあさっきのはエンディングでおだつ、はい、に皆さん教えてください。ということで、一曲挟んだ後はハッシュタグそれぞれの選択のコーナーで、今月はなんと麻雀 M リーグチームライデンで活躍されている黒沢咲さんが登場です。その前に一曲聴いてください。これはね、俺が会社員時代、営業マン時代に夏、暑い中スーツ着ながら移動中にこの曲をよく聴いてたんですよね。聴いてください。レッドホットチリペッパーズで The Zephyr Song。Coming down on that.
Panasonic presents Gorilla Radio。 毎日洗濯機の乾燥機能を使いたいけど電気代が気になります。パナソニックの斜めドラム洗濯乾燥機はヒートポンプ方式とヒーター方式の2つ、電気代を抑えて効率よく乾燥させるならヒートポンプ方式がおすすめです。今こそ日々の節電でサステナブルな洗濯を。 Panasonic。 汚れがよく落ちるかなと思って洗濯機に洗剤を入れすぎてしまいます。入れすぎると洗剤残りや匂いの原因に。パナソニックの洗濯機洗剤柔軟剤自動投入なら洗濯物の量に合わせて最適な量を測って自動で投入。もったいない入れすぎを防げます。今こそ無駄遣いのないサステナブルな洗濯を。パナソニック。気づけば今の場所にいる人も、遠回りしながら今の場所にいる人も、そこに至るための分岐点があったはず。アレキサンドロス磯部裕之が気になっている人のその分岐点に迫る。ハッシュタグそれぞれの選択。今回のお相手は黒沢咲です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやちょっと信じられないですけども本日はですね、日本プロ麻雀連盟に所属をされていて、はい、M リーグではチームライデンでご活躍の黒沢咲さんをお迎えいたしました。もうね、なぜ黒沢さんをお迎えしたかと申しますと、はい、これ今までバンド活動してきて俺言ってこなかったんですけど、はい、麻雀好きなんですよね。はい、なので初公開ですか。初公開なんです、その情報。はい、黒沢さんのラジオは今回初めてということで、はい、そうなんですよ。ラジオに出させていただくのが初めてです。こんなことってあります？ドキドキです。いやいやいや、こちらこそですね。なのでまあ初めて出ていただいたということで、初めて返しじゃないですけど、はい、もうちょっと初めてよ。わー嬉しい。はい、とはいえまあここ何年かで知ったんで、うん、まだ全然その父兄さんだったり、はい、そういうのは甘々なんですけども、はい、どういう麻雀打つかを見ると、はい、その人の人となりが分かるので、はい、見てみたいですね、後ろから。い怖いわ、怖い怖い。話をするよりそっちの方が分かるかもしれないです。まあ、台本にですね、磯部さんが思う黒沢咲さんとはって書いてあるんですけども、うん、まあやっぱりセレブ雀士ですか。ちょっと違うんですけれど、はい、でもなんか皆さん勘違いしてそっちの方向にだんだん、はい、あだ名がただのセレブみたいなあだ名になってしまって。なるほどなるほど。はい、困惑しております。でもまあもう本当に面前で泣かずにバシバシ高得点を狙っていくっていう。そうですね、はい、こう仕掛けて妥協するとか、はい、そういうことをあまりしないので、そのジャンプをなんか安手には目もくれないセレブ打法みたいに名付けられてしまって、はい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 、なるほどなるほど、はい、もう安いものなんてもう気にしないわよ。そんなことないんですけれどもね。そもそもその麻雀、大学入学の時は全く、そうですね、大学の時に覚えて、はい、もう覚えた日から多分ほぼ毎日打ってました、はい、これもあれですか。学校行かないで麻雀ばっかりみたいな。学校のすぐ横に実は雀荘があったんですよ、はい、お店が。なので実験の合間とかに、はい、白衣着たまんま結構こう空き時間ができるともうすかさず雀荘に走ってストイック。そうなんですよ、2、3時間打って、で戻ってまた実験をしたりとかいう感じでやってました。会社員とプロジャン、はい、マージャン師という二足のわらじを履かれてたっていうことなんですけど、やっぱ大変でしたか。そうですね、もう私はとにかくマージャン強くなりたい、あとは強い人と戦いたいっていう気持ちだけで、はい、プロの世界に飛び込んだタイプなので、はい、
そっちでこう仕事をして収入を得ようみたいな、そういうことができるっていうのをよく知らずに入ってたんですよ。なるほど。ただやっぱりお仕事をだんだん増えていく中で、どっちか辞めないと厳しいなって思った時に、やっぱりどうしても麻雀を辞めるっていう選択肢が頭に浮かばなくて、はい、で何かあった時はまた頑張って就職活動をして会社勤めをすればいいから、今は麻雀に集中したいっていうことで決断しました。黒沢さん的に今後達成してみたいことっていうのはありますか？そうですね、やっぱり私は麻雀プロになりたての頃から鳳凰位というタイトルがあるんですけど、最高峰、それを取るっていうことを目標に今までやってきたんですよ、はい、で一時あの A1 リーグという一番上に上がって、はい、その鳳凰位決定戦にも一度だけ出たことがあって、はい、残念ながらあの優勝できなかったんですけれども、やっぱりそこは一番の夢として持ってます。かっこいいやるからにはトップそうですね、もう頂点を目指したいって一番下の時からずっとそれを言い続けてきたので、はい、少し手の届きそうなところまで上がってこれたので、チャレンジしてみたいなっていうふうに思ってます。ハッシュタグそれぞれの選択、完全版はホームページをチェックしてください。次回磯部ひろゆきがお招きするのはどんな方なのか、乞うご期待。毎日洗濯機を使っているので電気代が気になっています。そんなあなたにパナソニックの洗濯機 AI エコナビ、センサーが水の温度や衣類の量を見分けて自動で節電、例えば衣類の量が少ない時は洗濯時間を短縮して洗いすぎによる電気の無駄を省きます。今こそ省エネ運転でサステナブルな選択を。 Panasonic Panasonic presents Gorilla Radio。磯部ひろゆきが生放送でお届けしております Panasonic Presents Gorilla Radio。 ハッシュタグそれぞれの選択いかがでしたでしょうか？ ZIPFM のウェブサイトエントリーからもどしどし感想を教えてください。 M リーグね、普通に見てますからね、夜家で一人で飲みながらとかいや本当に嬉しかった。 M リーガーの方と対談をさせていただく日が来るとはね思わなかったんでね、本当に嬉しく思ってますし、本当にいい方ですね。ラジオ初めてだっておっしゃってましたけど、いやいやいや信じられないぐらい、もうあの黒沢さんに番組回してもらってんじゃないかぐらい、やっぱ話の上手い方で、すごく楽しかったですね。はい、さあさあ今夜のテーマは夏祭り、浴衣とかジンベエ着る派それとも洋服派ということでお届けしておりますけれども、引き続きメッセージ紹介していきたいと思います。あゆみさんありがとうございます。洋服派ですね。今は洋服みたいに楽に着られる浴衣がたくさんありますが、え、そうなの？知らなかった。昔は着物のように着る浴衣が普通で、一度崩れると自分でなかなか直せないというデメリットがありました。いや俺そうだと思ってた今でも。まだ付き合う前の好きな子とお祭りに行くことになり、気合を入れて浴衣着て途中着崩れて先に帰る羽目になってしまった失敗から、着やすい洋服派になりました。なるほどね、そういうこともあったのか。お祭りは、北条屋という福岡で9月に行われる祭りに毎年行ってますということですね。まあ確かに、まあ、思いっきり着崩れちゃうとね、なかなか自分で直すの難しいっていうのは確かに浴衣もねありますよね。続いて洋服派です。まなみさんありがとうございます。小さい頃は学生の時は浴衣着てましたが、大人になるとやはり準備の速さや動きやすさ涼しさとかを考えてしまい浴衣を着なくなりましたということですね。どんどん行きましょう。あやさんありがとうございます。洋服派。浴衣は不慣れな下駄で靴ずれしたことがあるので、それ以来着れないです。いや靴ずれ痛いもんね。なんか下駄じゃなくても夏もう必ず俺も新しいサンダル買うと、まあ仕方ないじゃないですか。もうね靴ざらではね、で一回こうずれて治って皮が固まると克服するっていうね、まあ毎年誰しも経験してると思いますけどね
ツイッターも来てます。浴衣派ゆうさん、ありがとうございます。浴衣派です。なんといっても可愛いですし、帯をきつく締めれば食べ過ぎ防止にもなります。うん、新たな活用法、新たでもないか、これやってる人多いかもですね。なるほどなるほど、ポジティブシンキングでいいと思います。ちなみに家では妹と別の浴衣を買ってシェアしています。うん、効率的。続いて水木さん、ありがとうございます。浴衣派ですかね。今年は新しく浴衣をいただいたので浴衣を着ようと思ってます。ちょうどラジオの放送日の7月30日はトヨタでおいでん祭りがあるので、おいでん祭りに行っているかなと思います。ラジオは帰ってきてから聞き直します。おお、ありがとうございます。今頃じゃあ楽しんでますね。いいなー、俺も行きたいぐらいだわ。そっちっていうかね、お腹空いたさっきから腹減って、もう祭りってなるともう屋台のああいうね、祭りの屋台の焼きそばとかってなんであんな美味しいんですかね。雰囲気3割増しっていう言葉はね、俺はちなみに褒め言葉というか、もう全然お酒もご飯も大いにあるべき話だと思うんで、祭りもね、そういうのも楽しみですよね。続いてありささん、ありがとうございます。浴衣派かな。行く相手次第ですが、特に相手にどの格好で行きたいかこだわりがなければ、あまり着る機会のない浴衣を着たいです。でも相手が洋服で行くのであれば相手に合わせます、ということですね。ああ、そうなんだね。なんか相手が洋服でも全然自分浴衣でもありなんじゃなかろうかと思ってしまうのは俺だけなんでしょうか。まあ俺がね、自分洋服だけど浴衣見たいっていう超絶わがままタイプなんで、まあそう思うだけかもしんないけど続きまして、ちさとさん、ありがとうございます。洋服派、ヒロさんこんばんは。洋服派に一票と言いたいところですが、中学時代に洋服で行った記憶が最後です。それ以来お祭りに行っていません。なるほどね。というのも、人混みが苦手だったり虫が苦手だったり、暑くて汗がベタベタしちゃうのが苦手なので、今年も行く予定はありません、笑い。しかし家のベランダから隅田川や幕張方面、ディズニーランドの花火も見えるので、夏はしっかり感じてます。すごいね、自宅から見れるの最強だよね。今年も見られるかな。ヒロさんもうちにいらっしゃいませんか、笑い。おお、いやいや、行っていいならぜひねいや、そんなベスポジで花火見たいですけど、まあそういうところに行ってみる楽しさもあるけどね。うん、なるほど、しばらく行ってないですね。あれはでもさ、行って確かに暑いし汗でベタベタするし、でもその場を楽しんで帰ってきてからシャワー浴びるあの爽快感もまたね、これ楽しみの一つだと思うんですけどね。はい、続いてミミカさん、ツイッターですね、ありがとうございます。洋服派、昔は自転車で行くことが多かったし、大人になってから子供をすぐ追っかけるために動きやすい格好が多かったです。これは大事かもしんない。ちっちゃいお子さんとかがいてね、ちょろちょろ、まあ、どこ行くか分かんない中でってなると、まあ瞬時に反応できる、動きやすい格好、まあ、ジンベエもねいいかもしんないけど、洋服うなずけますね。はい、みんなやっぱそれぞれ面白いですね、こだわりがあって。ちなみにさっきね、レッチリのバンド名レッドホットチリペッパーズを噛んだのが自分的には悔しくてね。レッドホットチリペッパーズってカタカナだと言いにくいよね。だからみんなレッチリって言うんですかね。レッドホットチリペッパーズ、これね、言うとかぶれてるって思われるかもしんないけど、英語は言いやすいわけ。レッドホットチリペッパーズ、これは絶対噛まない。俺はね、いや、またまたね、わかるわかるよ。これをね、言うとちょっといやらしいのはわかるんだけど、でも俺前なんかの番組に見たんだけど、キャリーパミュパミュさんもね、日本語だと噛みやすいじゃん。俺今すげえゆっくり言ったけど、キャリーパミュパミュ、これ英語で言うと噛まないっていう説をやってて、確かにねキャリーパミュパミュって言ったら噛まないのよこれ分かってくれる人いるから、どんだけいるから、みんなぜひ、もうなんちゃってでも何でもいいから英語で言ってみてください。はい、それでは曲いきましょう。聴いてください、ストロークスで Someday。
presents Gorilla Radio。 洗濯物を部屋干しすると生乾きの匂いが気になります。そんなあなたにパナソニックの洗濯機約40度匂いすっきりコース、繊維の奥まで洗浄し、洗濯物に残った匂いの元まで洗い落として生乾き臭を抑えます。部屋干しにぴったりなコースで信じられる洗濯を。 Panasonic。 洗濯物をきれいに洗う、そのためには洗濯槽が清潔じゃないと。そんなあなたにパナソニックの洗濯機自動総洗浄、すすぎのたびに洗濯槽を自動でお手入れ、嫌な黒カビの発育を抑制することができます。今こそ清潔な洗濯機で信じられる洗濯を。 Panasonic。 時々洗濯物を洗濯機いっぱいに詰め込んで洗ってしまいます。そんなあなたに洗濯機の正しい定格容量のお知らせ。汚れをしっかり落とすために洗濯物は少し控えめに。パナソニックの大容量12キロの洗濯機ならたくさん洗えてまとめ洗いもきれいに仕上がります。余裕のある容量で正しい洗濯を。パナソニック。パナソニック presents Gorilla Radio。アレキサンドロスの磯部ひろゆきが生放送でお届けしてきました、 Panasonic Presents Gorilla Radio。 今日もそろそろお別れのお時間です。いやー、皆さん本当にたくさんメッセージありがとうございます。なんかね、夏祭りやっぱり行きたくなりますね。うん、盆踊りに行きたい。はい、なんかあの和太鼓の感じとかね、あの曲が流れてる盆踊りの曲、あれ聞くとやっぱこう夏だなと思うし、日本人だなと感じるところですよね。どっか行けるといいなと思いました。さあ、ここでお知らせですが、今まだ夏フェスシーズン中なんですが、今年の11月ですね、我々東名阪3会場6公演行われるワンマンライブが発表されております。アレキサンドロスニューミーニングツアー2023、はい、こちら開催決定しております。11月15日16日大阪ゼップ大阪ベイサイド、11月29、30はゼップ名古屋で、12月の8日と9日がゼップダイバーシティということで、東京ですね。最速となるアレキサンドロスクルー会員一次選考が今日の23時59分まで受付中ですので、皆さんぜひぜひご応募ください。そしてそして、9月の2日と3日にガマゴーリラグーナビーチで開催されるトレジャー 05X2023 に出演するほか、サマーソニック、ロッキンジャパンなどですね、夏フェスのまだまだ出演決まってますので、詳しくはウェブサイトチェックしてみてください。そして現在、パナソニックプレゼンツゴリラレディオポッドキャストスペシャルエディションが Spotify のミュージック&トークで配信されておりますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてください。さっきのハッシュタグそれぞれ選択の完全版も Spotify などでポッドキャスト配信されますので、ぜひぜひぜひですね、もうダメだ腹減って、なんかちょっと、まともに喋れなくなってきた。配信されますのでぜひチェックしてください。番組ツイッターでリンクも投稿しますので、聞き逃したという方はこちらも合わせてチェックしてみてください。さあ、先ほどの答え、ヒローズチョイスの答えですね、発表していきたいと思いますが、答えはふざけるとか調子に乗るですね。方言なんだっけ、おだつの答え、もうそっちも忘れてるもんね。おだつの答えがふざけるとか調子に乗るっていう意味だそうです。これは分かんなかったので、サイン入りステッカーなるべくたくさんこの後書こうと思います。俺がもうちょっと腹減りすぎてどうしようもなくなんないぐらいのレベルまで書き続けます。はい、たくさんの正解者いました。ちなみにシロさん、パムさん、ユカさん、ナオミさん、コヌさん、アザラシさん、ヒーローさん、まあその他もろもろですね、ステッカーをお送りしますのでお楽しみにということで、はい、
次回のペナソニックプレゼンツゴリラレディオは8月の27日です。またテーマを変えてお届けしますので、ぜひぜひ聞いてください。この後は白井なっちゃんナビゲートのファインドアウトです。引き続き ZIPFM でお楽しみください。また来月ペナソニックプレゼンツゴリラレディオでお会いしましょう。では最後にこちらを聞きながらお別れです。アレキサンドロスで Waitress Waitress。She gave the biggest punch ever. I bought my teeth and finally my heart too.